梅北ガーデンは、JR 大阪駅北側の再開発エリア、梅北2期にある庭園。二つの庭園や10万株の花畑があり、庭園デザイナー石原和幸が手掛けている。運営は、産経新聞社などで作る、梅北ガーデン実行委員会、大阪市北区の都心部に位置する、2016年10月7日に開園した。 広さ約7700平方メートルで、周囲一帯がオフィス街のため、都会の憩いの場となっている。大阪市が2015年3月に策定した梅北2期区域まちづくりの方針に基づく、再開発の一環で、2019年度以降に防災公園として整備される区域のため、2018年3月18日までの暫定開園となっている。 開園時間は午前10時から午後5時まで。2016年11月17日から12月25日と、2017年7月14日から8月31日までは午後9時までの夜間開園も行われ、約60機の庭園灯や LED 投稿機などを使ったライトアップが実施されたり、世界花火施設主権を制した山梨県の花火会社、マルゴーによる 特殊効果花火ショー、ファイアーリュージョンも、毎晩、行われている。冬季には、直径8メートルの巨大なクリスマスリースも登場した。夏季には、吉本新喜劇の酒井愛の座長就任を記念した、梅北ファイアーリュージョンも開かれた。また、産経新聞のプロカメラマンが審査するインスタグラムの写真コンテスト、インスタグラムフォートコンテストも開催している。 梅北ガーデンのコンセプトについて、実行委では都心で自然と触れ合えるヒーリングスポットです。子供も安心して遊ばせられるゾーンや、色とりどりの季節の花畑など、驚きと安らぎを提供します。としており、植物の壁で囲まれた象径なども設置し、来場者が緑と花に触れながら、都市緑化について考えるようになっている。このコンセプトについて、 大阪市の吉村博文市長は、緑、防災、環境、そして市民参加型、そういったものをコンセプトにしながら、にぎわい作り、食や音楽、イベントが集まるような、そういった幅広の事業と述べている。市民参加型で都心のオアシス、都会の憩いの場を創出のため、梅北ガーデンでは、緑、にぎわいの点では、逆風となりやすい冬季は逆に、 真冬のチューリップ祭と銘名打ち、球根を冷蔵し、開花時期を調整したチューリップ2万株で一足早い春を演出したり、兵庫県の神鍋高原から雪30トンを運び、都会で味わえない子供向け雪遊び、梅北、スノーランドを企画したりしている。また、兵庫県新温泉町から湯村温泉の出張足湯イベントや、東日本大震災被災地応援の一環として、 本州最多の水揚げ量を誇る岩手県大船都市産のサンマを炭火で焼いて振る舞うイベントも行われている。なお、これら再開発の視点における梅北ガーデンのもたらす経済効果について宮本勝弘関西大学名誉教授は40億7600万円と試算している。吉村市長も2016年12月11日梅北ガーデンを散策後に 真冬にこれだけの花が見られる都会のオアシス。今後も梅田周辺の緑化を進めていきたいと梅北2期の整備計画について述べている。2018年3月18日で1年半にわたっての梅北ガーデンとしての企画運営が終了。4月7日より一般社団法人未来教育推進機構が一部の庭園を残して新たな形で 梅北、梅大ガーデンを運営開始している。ありがとうございます。